にちは。こんにちは。今回はすごいですよ、ね、ちょっといつもと違うからね、いつもと違う、すごいコラボが発現しまして、はい、サガントスさんとのコラボです。おー、すごくない？ちなみにあの畑くんの兄貴とかもう大ファンで、うん、全国応援に行ったり、うちの彼女の家族もずっと応援行ったり、うん、なんか毎週見に行ってるもんね、うん、試合、うん、そんくらいファンで、うん、なんかねユニフォームもらってきてって言われた。まあそんな感じで、はい、今回ゲストに、はい、来ていただいてるので、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。サガントス高橋よしきでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。選手だったんですよね。はい、元選手で。選手ですね。21年まで。はあ、はい、じゃあ、一昨年ぐらいまで。そうですね、サガントスでは16年間プレーしました。そこから天下りで。天下り。なんか、ちょっと彼女に聞いたんですけど、はい、当時高橋選手って3人ぐらいいて。トリプル高橋です。そうですよね。で、下の名前で言ったらすごいわかるって言ってて。で、そういう人が来てくれるって言ったら、多分ヨシキさんだって言ってた。本当ですか。年間なんかあのトータル500試合ぐらい出られてたんですか。そうですね、あの18年間であの500試合。はあ、すげえすげえ。でもなんか身長とかもそんな、はい、そうですね、170です。おお、へえ、ないですね。で、はい、活躍してたんですね。で今回、はい、ちょっと同じ佐賀っていうことで、ちょっとうちが佐賀を盛り上げたいって言って、いろいろ地元貢献じゃないけどいろんなところで、はいはい、佐賀に人が来るようにとか、はい、うん、いろんなことを頑張ってたら、サガントスさんも同じ思いで佐賀を盛り上げたいと思ってて、はい、そこから一緒に佐賀を盛り上げましょうって言っていただいて、ならぜひ、ぜひユニフォームももらえるかもしれないし、ぜひ試合も見に行けるかもしれないし、いいですか？え、あるんですか？できたんです。あるんですか？ぜひ終わったらサイン入りでしょうね。サイン入ってないですか？わー、すごい。いただいていいんですか？やったー！着てみて。わ、すごい！サイズ合うかな、俺。これは実際選手が着てるユニフォームと一緒、ほとんどこのスポンサーさんの。はい、ここで今着るかな？似合ってる。シルエットが。見に行きたいなぁ。見に行きたいよね、見に行きたい。タオルマフラー、いや、出せねー、ありがとうございます。サガントスです。おー、あー、でっか。おー、すごいすごい。わ、これすごいすごいね、飾ろう。すごい。後でつけとこう。つけとこう。この後、で、そう、はい、今回のコラボ内容ですけど、はい、いや、これまたすごいんだよね、うん、これまたすごくて、スタジアムに飲食店があるんですよね、はいはい、そこで、うちのメニューを出させてもらう。で、何かこういいのないですかっていうことで、なんか片手で食べれるようなのがいいって話してたけど、はい、キッチンカーの、はい、あの唐揚げドッグ、うん、キムが考案して、うん、キッチンカーで出したいって言ってたけど、うんうん、パンのね、なんかいろいろ問題があって、キャベツとかね、ちょっと販売に踏み切れなかったけど、うん、サガントスさんの力で、あれをついにスタジアムで、じゃあそこに行ったらもう食べれるという。食べれる。俺らも行くし、行くし。一日店長するかもしれない。いいね。してください。で、ちょっと視聴者さんもさ、ぜひ遊びに来てほしいですね。ぜひ。ホラーゲードッグ多分、なんかサッカー全然興味ないっていう人も一回来てほしいですね。まあサッカーなんですけど、あのスタジアムに来ていただいたら何か面白い。まあ食もそうですし、いろんなイベントもそうなんですけど、だからまた違った魅力も、ね、はい、サッカー以外のところでもどんどん出していきたいなと思っている。そういう面でも佐賀県を盛り上げたい。盛り上げましょう。はい、ぜひだからちょっとスタジアムに行ってほしいです。はい、で、今からちょっとキッチンカーに唐揚げを買いに行って、はい、ここで試作品作って、はい、どうだって食べてもらおう。いいですね。とりあえず唐揚げ買いに行きましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあ行きますかね。お願いします。はい、楽しみです。僕引退して、はい、あの佐賀県を盛り上げたいってことで、あ、そう、SRO って言って、はい、佐賀リレーションズオフィサーっていうのをこう活動させていただいてるんですけど、本当にこう佐賀県を盛り上げたいって気持ち強いので、嬉しいです。はい、いや、こちらこそ嬉しいです。はい、で、強いですもんね、サガントス。そうですね、まあ今12年目のその J1、はい、12年目になって、あの一度こう J1 に在籍してから、はい、その落ちてないクラブが3クラブ、はい、鹿島、はい、横浜マリノス、はい、とサガントスだけなんですよ今。そうなんですね。はい、それこそあの
今年ワールドカップ今年去年盛り上がったあの、はいはい、権田選手もサガン鳥栖ですよね。あ、そうですね、権田と鎌田。あ、そっか、鎌田選手も、はい、鎌田も最初はここでスタートしたんですよ。はー、こっから海外に直接行ったんで。楽しみですね。あのスタジアムに釣岡の唐揚げドッグが並ぶってことですからね。はい、お客さんで結構サガン鳥栖のなんか帽子とか、うん、なんかタオルとか首にかけてっていうと、うん、お客さんちょいちょい見かけますもんね。ですか、うん、見かける、うん、それこそ17ナンバーの人は、うん、サポートナンバーですよね、うん、サポーターの、あと水色の車ね、よく見かける、ね、多い多い、ね、水色のユニフォームが似合ってますね。やろ、それを言うてんねん。出たね、出たよ、マジで出た。え、まだまだパッと見ることないやろ。うん、大丈夫、唐揚げをください。はい、ありがとうございます。唐揚げを試供品作るので、あ、5個ぐらいください。5個、わかりました。唐揚げ丼美味しいもんね。美味しい、あ、いい香り、美味しいね。あれをなんか視聴者さんに食べてもらえれるなら嬉しいね。ねえ、ちょっとじゃあ皆さん味見してください。せっかくだから美味しいですよ、うん、確かに。いただきます。熱々で美味しいですよ。すごいでしょ。美味しいでしょ。目が美味しいって言った。目が美味しいって言った。俺もう世界一好きだもん、この唐揚げが。美味しいでしょ。ほら、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいでしょ。これを唐揚げドッグにするともっと美味しいんです。美味しいね。これ食べてほしい。パンとの相性がいいよね。そうでしょ、はい、美味しい、一番いいやつです。一番いいやつ。なんかお米よりやっぱパンの方が合うね。ね、パン、唐揚げドッグめちゃくちゃ合うんだよね、うん、じゃあこれを、はい、美味しかったでしょ。これをちょっと持ち帰って、はい、試作品作っていきましょう。はい、まあ、一回作ったことあるやつだからすぐできるので、はい、それを食べてもらって合格をもらえるかどうかですね、私たちですね。ですね。じゃあちょっと戻ります。はい、帰ってきました。帰ってきました。ということで唐揚げドッグ作っていきましょう。はい、はいはい、じゃあキャベツこれ切ろうかな。はい、千切り。サワークラフトといってこうちょっと酢で味付けしたキャベツを作って、それと唐揚げを入れてマヨネーズで仕上げる感じです。はい、パン切っていただきます。ちなみにお料理はされますか普段？全然しない。なるほど。全然しない。全然しない。じゃあ、作ってる間は、うん、スタジアム、そうそう、いいところを話してもらおう。話してよ。ちょっと俺らも質問しよう。うんうん、サガン鳥栖の魅力ですか？はい。はい、まずサガン鳥栖の名前。はい。サガン鳥栖。はい。どういう意味があるんですか？多分佐賀弁で佐賀の鳥栖っていう。あ、それもあるんですけど。別にあるんだ。サガンって小さな砂の塊が、はい、あ、集結する。あ、はいはいはい。あ、なるほど。そういうことで一枚岩になって。なるほどなるほど。大きな岩になって強い岩になる、はいはい、っていうイメージがあって、やっぱこうサガン鳥栖もいろんな力がこう合わさって、うん、この大きな大きな強いものになる岩ですね。なるほど。と思った俺も。なるほど。そう思った。思った。ね、ただのサガ弁だと思った。サガン鳥栖って意味もあります。サガン鳥栖ですよね、はい。スタジアムの魅力。はい、聞きたいです。聞きたいです。何よりあの。利便性がとても良くて、うん、駅から一番近いスタジアムなんで、はいはい、あ、確かに近いですね。僕高校が鳥栖工業なので、はいはい、あの駅で通ってたんで、ま、毎日見てました。ありがとうございます。スタジアムですし、そのスタジアムの観客席の傾斜角度、傾斜角度とてもこう、うん、なるほど、急というか、はいはい、なので、うん、とてもサッカーがこう見やすくて、はい、より遠い席でも近く感じることができるっていうのが、あの、そのスタジアムの魅力、選手までの距離がってことですよ ね。千切りしたので、はい、3分レンジでチンします、はい、で、駅から一番、まあ、利便性がいいってことですよね。はい、で、とてもあと見やすい、うんうん、この傾斜で、はい、なんかすごいこう、一体感が生まれるスタジアムですね。一番最初に入った、はい、あのスタジアム見た時に今でも覚えていて、はい、あの階段上がってこう上がったらもう、はい、なんですかね、海外のような、はい、日本ではちょっと感じないような感覚になったの、すごい、まあ、ここで早く試合したいって思ったの今でもこう忘れないです、ね、
マジで楽しみだからな。ちょっと視聴者さんもサガン鳥栖のガチサポートターの視聴者さん多分いるから、うん、ちょっとコメントで書いてほしいな、うん、私もいつも言ってますよみたいな、いるだろうね、高評価をして、あ確かにちょっとさ、お願いします。そう、この動画を伸ばすこともやっぱサガン鳥栖の力になると思うから、うん、ぜひサポーターの人とかも高評価をして、うんね、うん、一丸となって盛り上げよう、うん、ですよね。はい、もうサガンですから。サガンですからね。そうそう、あーたまにはいかないよって、あれ楽しいなぁ。あーつー絶対熱いと思うもん。熱くて絞れません、これ。いけるいける。一枚は手が手が一枚はのつもりで、サガンのつもりで手がよし、ぐっとよし、いくよ、ぎゅっと、あーつちょっと待ちましょう、これ待ちましょう。待ちます。じゃあ唐揚げも切りよっぽかな。でかすぎるもんね、1個入れるとね、半分ぐらい。でもこの大きさだったらいいね、このまんまで。うんうん、絞れた。ちょっとね、冷まして、はいはい、ちょっと絞ってみてるけど、結構水分出るんだね、これね。うん、これにお塩、酢と砂糖と塩コショウ、うん、じゃあもう入れます。酢を大さじ2です。1、前回はすし酢でやってましたけど、あ、まあまあね、と砂糖が小さじ2ですね。一切料理はもうかじってこなかったですか。いや、はいまあそりゃサッカー一つだろうから。今は奥さん、あーにゃー、奥さん言ってみたい。ちょっと出会いのきっかけだけ教えてもらって。出会いです。あれは21歳です。なくなりそうです。大丈夫です。いけますよ。いや、入れてください。入れてください。ね。あ、そんな感じでいいと思います。はいはいはい、で、唐揚げを入れてもらって。ちょうどいいね。うん。てか、美味しそうだね。よいしょ。あ、これはいいわ。マヨネーズ大量が僕はおすすめですけど、はい、まあ、好みで。よいしょ。完成。美味しそう。大量か、唐揚げドッグ。そのキャベツがね、気になる。そのいや、これ本当美味しい。で、逆に前作った時はキャベツ多めが美味しいってなった。あ、なるほどな。あの酢、あ、酸味が入ってる方が美味しい。あ、本場のマヨネーズ見せますね。あらこれですよ。全然足りないですね。もうマヨネーズ。マヨネーズドッグ。もうマヨネーズや。はい、さあ、それでは試食、はい、お願いします。いただきます。いただきます。あ、どうだ。うん、うまい。うまい、めちゃめちゃうまい。なんかこのキャベツの酸味が、うん、キャベツ多い方がいいかもしれない。多い、多い、多い。めっちゃうまそうに食うやん。これね、うまいよ。うまい。いや、まあね、キャベツ多めがうまい。うん、確かにね。うん、どうですか。めちゃくちゃうまいです。いいですか。いや、もう最高です。楽しみ、これが並ぶ。うん、はい、うん、こう観客席見渡した時にこれ持ってる人がいっぱいいたら嬉しいよ。確かにね。あの、ぶっちゃけ俺普通に買いに行きたいけどね。うん、確かに。いや、あの、ほんと4月1日に1日店長に行こう、はいはい、あ、行こう。言った。これが動画になってるなら僕は行きます。もしかしたらカットされてるかもしれませんけど、僕らは行く気満々なんで、はい、ちょっと4月1日1日店長に行って、そのままみんなで試合見ようよ。うん、いいね、いいね。買いに来てくださいね、店長してる間。僕も一緒に。あ、一緒にしましょう。一緒に店長、いいですか。1日副店長で。いいですか。副店長でいいですか。あ、嬉しい。美味しいですよね。ということで、今回、コラボ企画で、はい、サガン鳥栖のスタジアム、駅前不動産スタジアムの方で、今回作った唐揚げ豆腐を販売となります、はい、一応予定では4月1日の予定ですが、はい、もし変更とかあったらテロップで出そうかな、はい、はいはい、からあの販売しますので、はい、僕らも行くようにします、はい、なるべく、はい、行けたら人店中をして試合も見に行きます、はい、のでぜひあのサガン鳥栖応援に皆さん来てください、はい、でみんなで食べながらみんなで片手に応援して頑張れって、はい、その試合出るんですか。その試合はちょっと出れないんです。出れない。その試合は無理なんですね。はい、あ、了解です、了解です。ということで、はい、サガン鳥栖の高橋さんに来ていただきました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみ、すごい楽しみです。はい。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい。はい。はい。